こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、代収相続と再代収について解説いたします。民法887条ですね。まず代収相続なんですけども、相続開始前に相続人である子や兄弟姉妹が死亡、結核、排除によって相続権を失っている場合、それらの直系貴族が代わりに相続人となるというのが代収相続の内容です。で、まず、それらの、このそれらですね、それらっていうのは相続人である子だったりとか兄弟姉妹を指しています。で、直系貴族っていうのはこれらの子供のことですね。子供だったり孫だったりひ孫だったりを指します。で、ちょっと一つ一つ見ていこうと思うんですけども、左が代収相続の内容です。で、まず、X、この人は非相続人と考えてください。つまり、この X の財産を誰が相続するのかというところをこう考えていくんですけれども、相続開始前、つまりこの X さんが死亡する前に相続人である子、こちらの事例ではこの人です。この人が、死亡していたと仮定します。これによって相続権を失っている場合、この直系貴族、つまりこの子供ですね。つまり、この非相続人 X から見たら、子供、孫に当たります。この孫が代わりに相続人となるよ。これが代収相続っていうことですね。つまり、もう子供が先に死んでいた、X から見たら、子供が先に死んでいて、孫がいる場合、孫が相続人になりますよっていうことです。孫から見たら自分のお父さん死亡先に死んじゃっていて、で、おじいちゃんが亡くなったから、おじいちゃんの財産を自分が相続すると。いったイメージですね。で、こちらは、こちらです。兄弟姉妹が死亡していたという話ですね。この X。X っていうのが非相続人に当たります。この人の財産、誰が受け取るかっていう話になるんですけれども、お兄さん相続人だった。この X のお兄さんですね。これお兄さんって書いてあるけども、別に弟であっても、姉であっても、妹であってもいいです。兄弟姉妹のいずれかですね。いずれかがもう先に死亡していたと。相続人である兄弟姉妹が死亡していました。そうした場合、この人が相続人として受け取るはずだった財産というものを、この人の子供、つまり、この非相続人から見たら、甥とか姪とかですね。この人が相続するよ。これが代収相続ですね。どっちも代収相続です。で、今回は、この子供だったり、兄だったりが死亡していたと仮定したんですけども、結核だったり、排除だった場合も代収相続あります。つまり、この子供が結核事由に該当していた。例えば、この X を殺害しちゃったとか、そういった場合です。または排除もそうですね。例えば子供がお父さんを虐待していた。で、非相続人が生前に家庭裁判所に請求をして、で、排除の審判を受けていた。そういった場合ですね。つまりこの子供が結核だったり排除によって相続権を失っていた。といった場合も代収相続しますよ。こっちも一緒ですね。この人が結核だったり排除によって相続権を失っていたら、その子供、甥とか姪とかが代収相続しますよ。相続人になりますよ。っていう話です。で、ここで注意が必要なのは、相続放棄の場合は含まないんですね。つまり、相続放棄の場合っていうのは、代収相続しませんよっていうことです。子供だったり、このお兄さんが、相続放棄をしていたといった場合は、孫とか、甥とか、姪、この人たちは、代収相続しません。相続人になりません。という話です。で、続いて、こちらが再代収の話です。再代収っていうのは、この子供とかお兄さん、兄弟姉妹ももう先に死亡していたといった場合ですね。死亡だったり結核とか排除、どれでもいいんですけども、そういった場合です。で、この1番、2番で書いてあるのは死亡した順番ですね。この人が先に死亡していて、で、その後 X が死亡したっていう話です。これ先にこっち死亡しちゃうと、死亡しちゃってその後死亡だったら、相続して、で、普通に相続するっていう形なので、代収相続ではないですよね。なので、順番としてはこっちが先に死亡しているっていうイメージです。こちらもそうですね。これどちらが先に死亡してもいいんですけども、X から見て子供、孫がもう先に死亡しちゃっていた。で、X が
亡くなった場合、この X の財産っていうのは、子供が元々の相続人だけれども、子供死亡しているから代襲相続するはずだけれども、この孫も死亡していた場合は、その下、ひ孫が再代襲、代襲相続するよってことですね。代襲相続して、さらに代襲相続するので、再代襲という言い方をします。で、これについては、兄弟姉妹については再代襲ないんですよ。つまり、X が死亡して、お兄さん、相続人だった。で、お兄さんの子供、つまり X から見たら、老いとか姪とかも、まあ、死亡していたといった場合、この場合、再代襲はないんですね。この点注意しておきましょう。代襲相続はできるんだけども、再代襲はないですよっていうところですね。まあ、これで覚えていただければと思います。また今回理解すべき点については個別指導で解説させていただきますので、理解学習をしていきたいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。